こんにちは。ビストロシャイニープルコギ選手権大会です。え、今日大会なんですか？はい、アジア選手権にちょっと出場しようかなと思ってるところなんですよ。あ、アジア選手権に向けた今日は大会。はい、プルコギといってもね、いろんな作り方あるんですよ。はいね、で今日具材はシンプルに、そして、調味料は、なるべく無添加にということでこちらになります。まずこれね、牛肉使いますんで、はい、こちら牛肉赤身が、なるべく多いのを今日は調理しました。今日野菜多めで玉ねぎと人参、生姜とニンニクで、味付けが八丁味噌っていうね、黒い味噌。味噌ですか？そう、甜麺醤の代わりに使います。以前甜麺醤使ったと思うんですけど、麻婆豆腐で、はい、全部持ってかれちゃうんですよね、甜麺醤の強烈な うまさに。そうですか、うん、だからちょっとこいつを味噌に変えて、甘さはリンゴジュース、いつも通りアルコール、ね、まあ、はい、でごま油と醤油、これがね、ネギなんだけど、小ネギを入れるとね、アクセントになっていいということで、オーソドックスな、ユッケだっけ、なんだっけ、何ですかユッケって。ユッケじゃないですよ、ルーローハンですよ。ルーローハンだ。ルーローハンじゃないですよ、プルコギ丼。プルコギ、はいはいはい、プルコギでプルとコギプルとコギやっていきますよ、はい、でまず、肉入れちゃいましょう。玉ねぎ切っちゃいます。漬け込むんですよね、要は一旦ボウルの方で合わせるような感じになります。そう、漬けるんですね。漬ける時間がじゃあるんですね。漬ける時間がある。コストコのね、プルコギ、はい、みんな食べたじゃん、一回食べましたね。俺あれ以来っていうか、あれ一回しか食べたことないんだよね。あ、そうですか。なんかね、どこまで火入れたらいいか分かんなくて、カラッとするまで炒めてさ、あれするのか、若干その水っぽい感じで出すのか。少しそういうイメージですね、自分は。あ、水っぽい感じで、はい、なるほど。今日ご飯の上に乗せようと言ってるから、プルコギ丼ですか。そう、だからなるべくこう汁が少ないようにできてはいいかなとちょっと思ってます。薄くというよりはこれぐらいの厚さ、歯ごたえあるぐらいがいいですね。はい、こんな感じ。玉ねぎ半分ですね。で、人参なんだけど、最近俺がおすすめしてる切り方っていうか、本当これもまた包丁使わなくて申し訳ないんだけど、結構ね、薄い方が俺いいと思うんだよね、人参は。お子さんとかもね、結構がっつり火入れないと人参とかちょっと癖があるじゃん。はい、だからもうこれ、このカットでいこう。えマジっすか。色だけやればいいから、人参なんていうのは。そうなんすか、うん、食感を楽しんだりね、するもんじゃないのよ。色っすか。色だね。色ってことはないでしょ。でもなんか結構火入れないと甘くならないから、人参は。はい、だからその太い状態で入ってると子供がやっぱり嫌がる場合多いと思うんですよ。そうっすよね、奥さんね。だからもうこれピーラーちょっとね、手の皮むけないように気をつけてもらって使ってもらうとね、本当に全然気にならずに食べてくれると思いますよ。こんなもんかな。万能ネギ買ったんだけど、もうちょいでかいね、ネギがあるというのを知ってもらったら。これ万能ネギだけど、なんかいろんなネギがあるじゃん。はい、ちょっとこれ細すぎるかなと思ったんだけど、彩りなんだよ。ネギなんて大体同じ味するんで、俺みたいにちょっと鼻が弱い人は多分何食っても大丈夫だと思う。これ白いとこはね、一応取ってもらっていいですね。で、結構ね、長めに切っていい。小口切りで慣れてる人もいると思うんですけど、そうじゃなくて、もう結構形で残してあげる。盛り付け用というよりも食べる用なんで、これぐらいがっつり。ああ、そんな感じですか。そうそうそう。うわ、すごいですね。すごいでしょ、ここまで。はい、ここからタレ作りになるんですけど、八丁味噌はね、大さじ2、お酒50、酒はこっち入れちゃっていいや。酒50に醤油は20で、醤油の倍の量のリンゴジュース、あ、ごめんなさい、60g、 3倍、うん、3倍味噌の量もあるんでね、こう入れて、生姜、結構入れすぎちゃう傾向が今まであったんで、こんなもんにしようかな。おー、うん、俺の料理ってさ、はい、癖強いじゃん。はい、大体生姜とニンニク入れすぎてるんでね。ああ、そうですか。だからそこに気づいたわけですよ、やっと。ニンニクもだから入れたいとこなんだけど、半分にしようましょう。おー、すごいっすね。今日肉の量が 200g なんで、あんまり多く入れてもねっていうところですよ。味噌ね。で、今ね、バイタミックスレンタルしてるらしいんですよ。ああ、そうですよね。そう、だから皆さん、高くて買えないなんて人はね、一回使ってみて、これは便利だなと思ったら、買うっていう手もありますから。やっぱ本人たちも自覚あったみたいに高いっていうことは。そうですよね。だから一回貸してみようかっていうところらしいんで。はい。で、これ回します。こんなの。なんか湯気立ってんな。何の湯気ですか？なんだろうね。これ入れたらですね、ごま油もできる。
お好みで。そして合わせますね、これ。プルコギー美味しく作るんだな。揉まないんだけどね、あんまり。あんま揉まないですか。あんま揉まなくていい。合わせるだけでいい。ホストグルプルコギ好き、本当にっていうところなんですよ。人気とは言われてるけど。そんなうまいかなと思っちゃったんだよね、俺。あ、そうですか。うん、だかどっちかっていうと、俺はいつもあのロキサリーチキンとか、寿司。寿司ね、コストコといえばね。うん、あと地味にあのコストコのイチゴね。ああ、うまいですね、フルーツね。酸っぱい系のやつ好きなんで。そんな人気1位になるほどうまいかっていう。あ、そうですか。超えちゃってると思うんだよね、俺。あ、そうですか。うん、じゃあ、これコストコで1位なんじゃないですか。いや、これコストコでね、間違いなく1位でしょ。はい、コストコ、コストコでしょ。え？コストコ、コストコだったでしょ。コストコ、コストコでしたね。コストコだったでしょ。あんまり言うと怒られちゃうから、言わないんだけど。はい。あ、いい匂いするわ、この時点で。揉んでんじゃないですか。マルコ。よし、オッケーでしょ。肉に入るにはさすがに時間かかると思うので、はい、まあ、ここから小1時間ぐらいはね、漬けといた方がいいと思います。はい、こういうジップロックとかに入れて、漬けとくと早く使えますので。わかりました。はい、じゃあ、プルコギ。どうなったかなっていうことで。ライフィットネスの。ライフィットネスの。こんな感じでね、はい、結構もういい感じで使ってますね。これを今から鉄板で焼きます。まあ、あの鉄板持ってる人はなるべくね鉄板で焼いてもらった方がいいと思います。まあ、鉄板いいところはね、その美味しく焼けるっていうところで、良くない側面としてはどうしても油が必要っていうところですかね。チンチンに温めた状態で焼かないとやっぱひっついちゃって仕上がりが悪くなっちゃうんで、しっかりここは熱することですね。ほう、これはすごい潜在能力をお持ちだ。あ、じゃないですか。え、ナメック星人知らない？最長老知らない？知らないですね。知らない、はい、最長老ですかね。最長老です。よし、行きます。パッタバりました。もう一気にいっちゃいますから、はい、いい感じですね。最初は水分が多いっていうのもあるんで、ほったらかしにしといてください。はい、で、水が野菜とか肉から出てきて、それで勝手にあの自らの汁で火が入り始めるんで、多分ね、あの炒めるというよりはその水で煮るって感じだと思うんですよ、プルコギって、はい、だからまあ、ほっときましょう。わかりました。はい、わー、いい感じです。うわー、うまそう。で、最後はあのこの鍋の縁というか、ここに旨味が結構ね、ついてるんで、まあ、こそげてやってね、しっかりそこも混ぜてあげて、オッケーできた。じゃあこれ盛り付けていきましょう。はい。うわ、すごい。やばいな。はい。高さが出てる。サドンとは違うぞ、うちは。ごまをね、こうやってやるとね、はい、また一気にあのそれっぽさ出ますので、これで完璧ですね。はい。はい、完成。はい。プルコギ。プルコギコギ。はい、じゃあ実食してみましょうね。はい、お願いします。いや、俺はほら、はい、あのコストコぶりだから。コストコぶりか。まだ覚えてるから、ね、西原氏は。そうですか。あと、これあの、困りますけど。これね、はい、インスタライブやってまして、今日日曜日なんですけど、やってるんだよね、ライブを。そうですね。その時に、ちょうどいいんだよね、携帯立てるのに。スマホが。で、ここで滑り止めになって。そうそうそう。これを飲みながらやってるわけじゃないですか。やってるわけじゃないんで。これもう、買って1年以上経ちますよ。できました。はい、ありがとうございます。なんだっけ、何こぎだっけこれ。そこまで出たら、そこまで出たら分かりますよね。じゃあ、はい、いただきます。好きですかね、自分結構、ね、あ、そうなんだ、うん、あんま空気がないの、プルコギなんて。あ、よろしいですか。いいよ、はい、いただきます。うまい。うまい。ただ、プルコギもっと甘いっすよ。そうだよね、うん、やっぱ甜麺醤効いてっから、あと砂糖がね、はい、入るんだよ、結構自然プルコギ。まあ、そうだね、うん、だからあんまりね、実は俺もプルコギの味をよく分かってないから。そうですか。これが本物だと思っちゃいけないね。うまい。確かにその甘って感じじゃない、ね、うん。でもリンゴと玉ねぎの自然な甘さはやっぱある。美味しいっすよ。ネギいいね。ネギですね、うん、人参もいいです。うん、味が染みてるね。お酒の臭み取りも効いてんな。これは飯が進みそうだ。いいんじゃないこれ。美味しい、うん、そんないいお肉じゃない方が逆にいい。そうですか。え、こんなうまいの。コストコ越すとこでしたか。コストコ、コストコロでしたね。コストコロでしたか。でも俺の下ではもう越してますね。越してますか。うん、コストコ。コスト的には。コス
ストコ。コストコよりは、コスト的には、うん、コスト的にはコスってないです。うまいですね。バレ飯だな。そうですね。これレシピ本厳しいですか。牛だからね。鶏の良さちょっともないですか。うん、なんか牛となった瞬間、はい、なんかあらゆる方面から批判来そうじゃない。大型になればなるほどちょっとなんか批判が来る傾向があるんで。鶏じゃできないですか。鶏じゃちょっとね、あの考えたんですよ。はい、鶏やろうと思ったんだけど、やっぱり薄くないとちょっと成り立たないかなっていう。プルトリ？プルトリ。プルトリってなんだよ。まあでも、はい、いいんじゃない鶏でも。でもただ本来そういう料理じゃないと思う、これは。やっぱりそれ野菜のカットの仕方とかもさ、はい、牛肉のこういうやつで作るんだよね、きっと。豚だったらいいかもしれないけど、はい、同じ韓国料理でいったらサムゲタンとかね、鶏はやっぱ向いてるから、はい、逆にサムゲタンにこれ入ってたらダメじゃん。そうですね、うん、だからなんかそういうやっぱあんのかもしれない。向き不向き。牛一頭使ったサムゲタン。各方面から来そうじゃん。各方面から、いろんな団体とかから、うん、怒られそうそう、うん、はい。まあでもね、やっぱ牛肉もたまには食べないと、牛肉には牛肉の栄養素があるんで。そうですね、美味しかったです。いやー、うまかった、はい、あの本当になんか砂糖いらねえだろって俺は思っちゃいましたね、うん、甘いとね、やっぱなんか俺の中では、ちょっと甘すぎるんじゃないかなって最近は思うんで、はい、俺の中ではまあこれぐらいがちょうどよかったし、まあ足りない人はね、やっぱりどんどん砂糖入れてもらっていいと思うんですけど、砂糖も俺悪って言ってるわけじゃないんですけど、いい砂糖もあるんですよ、実は。精製されてないような、そういうものは俺今後ちょっと勉強して取り入れていきたいと思ってるんで、はい、ちょっとまだ勉強不足でな、わかんないですけど、砂糖を使ってるようなレシピも全然やっていきたいと思います。はい、だから甜麺醤はもう使いません。使わないですか。甜麺醤はちょっとない方がいい。というわけで、皆さんもプルコギ丼こいでみー。